エスコタパニアホはフィンランド共和国の政治家、首相を務めた。要望の類似からカンロスのケネディとも呼ばれる。1990年に中央党の党首となり、1991年には首相に就任、36歳での首相就任はフィンランド史上最年少で1995年まで務めた。2000年に行われた大統領選挙では、 社会民主党のタルヤ・ハロネン候補に敗れ、その後はアメリカのハーバード大学へ留学した。2004年にはフィンランド国立研究開発基金の総裁に就任し、在任中に欧州委員会の依頼で革新的なヨーロッパの創造と題したレポートを発表した。総裁は2008年まで務めた後、ノキアの取締役に転じた。ブラウン・ヒュームズ、クリストファー。 ポラスギブン、エイバックシートインフィニッシュプリーシデンシャルイレクション、ファイナンシャルタイムズ、USA エディションハット、フィンランドにアホ政権、読売新聞1991年4月27日付、東京長官5面。フィンランド新内閣発足、日本経済新聞1991年4月27日付長官8面。 フィンランド初の女性大統領誕生派路年、外相決戦投票で前首相を破る、毎日新聞2000年2月7日付、東京本社有価に4面。エスコアホスターティッドアズシートラ、エスニュープレジデント、ハットミッココソネンベリティンシトラン、イーリアサイアミアヘキシーフィンランド元首相、ノキア取締役に、ありがとうございます。